今日も収録するっす。あれ、嘘、もしかして鍵かかってる？すげえ困るんだけど。誰か中に入ってるんすか？はやー。あれ、スバルちゃんどうしたの？スタジオが開かなくて困ってるんすよ。あれ、開かないの？そう、押しても引いてもビクともしなくて。押しても引いてもダメならば上に上げるんだよ、シャッターみたいに。ドアノブがついてるドアで上はない。鍵は？鍵穴がないし。誰か中で寝てるんじゃない？これだけ騒いで反応ないのもおかしくない？お化けがいるんでないの？もし出てきたらコロネの鼓膜が破れるほどの大声出すけど。なんで脅しに来るんだよ。こうなったら破壊するしかねえよ。反対棒かよ。うせい、使えない部屋の獣を気にも濡らしない爆弾でバーンとド派手に。おお、戦闘じゃねえか。あれ、お二方どうしたんですか？なるほど、理解しました。では私もこの必殺の角ドリルで協力します。イッホー。やっぱ壊す方向なんすね。みんな、わためは持ったな。行くぞ。みんなって誰？ドリャー。うわー、なんて頑丈なドアなんだ。ああ、わためが無駄に犠牲に。な、なんですかこの状況。えいちゃん。ああ、そうでした。まだ皆さんにお伝えしてませんでしたね。え？先日立て付けが悪かったので修理していただいたのですが、手違いでシャッター式になってしまったんです。よいしょ。本当にシャッターになってる。ほら、コーネが最初に言った通りだったよ。どうだい、コーネの方が正しかったんだ。プープクプー。うるせえ、煽るな。こんなのわからないだろ。まあ普通上に上がるなんて思いませんよね。私の角ドリル意味なかったやん。